いるか、千鶴。俺、平助だけど。これから外に出かけるんだけどさ、何も用事がないんだったら、お前も一緒に来るか。そっか、じゃあついてこいよ。俺ここで待ってるから。こういう機会でもないとまだなかなか豚所の外には出られないもんな。俺も協力してやるから、道すがら訪ねて回ってみろよ。刀の修理にもいろいろ手続きあるし、俺しばらくは店の親父さんと話してるからさ、その間ここの客にも話を聞いてみたらどうだ。もしかしたら知ってる人がいるかもしれねえし。店から離れるんじゃねえぞ。そんじゃまた後でな。お待たせ。どうだった？なんか手がかりは見つかったか？そっか、まあ刀屋だしな。蘭方医を探すんだったらもっと別の店が良かったかもな。それがどうも修理は難しいらしい。いろいろ話を聞いてみたんだけど、諦めて新しい刀を買うべきだって言われちまったよ。まあ随分長いこと使ってたもんな、この刀も。ってるっつうか、気が暮れてきたな。そろそろ豚所に戻ろうぜ。帰りが遅くなるとまた土方さんにどやされちまうかもしれねえし。でもお前、ここ最近は結構豚所の外に連れて行ってもらってるんだよな。ってことはもう今日のあちこちで聞き込みをしたってことだろ？さん、もう今日にはいねえんじゃねえかな。ほら、お前と入れ違いで江戸の家に戻ってるとかさ。
なあ千鶴、江戸に戻りてえって思ったことあるか？俺たちも引き続き高藤さんの行方を探すつもりだし、この京で男の格好をさせられたまま不自由な豚所にいるより、こういう着物を着て女の姿に戻って江戸の家で知らせを待ってた方がいいんじゃねえかな。なんなら俺から土方さんに頼んでやってもいいし。じゃあ、別にそれはお前が悪いやつには見えなかったし、見ず知らずの大勢に脅されてかわいそうだと思ってさ。父親か。なあお前さ、もしいくら探しても高藤さんが見つからなかったらどうするんだ？大切に思ってるんだな、高藤さんのこと。そんじゃ俺も諦めないお前を見習ってもう少しだけ探してみるとすっかな。この刀を直してくれるところをさ。ああ、大事な刀だよ。ずっと前から持ってた刀だしな。さて、そんじゃ急いで帰るとするか。腹も減ったし。いるけど、どうしたんだ？入れよ。ああ、なんだ、聞いちまったのか。あの後も研ぎ屋を回って聞いたけど、どこも難しいらしくてさ。なんか事件が起きた時に組長が刀なしってわけにはいかねえからな。悪かったな、
新しい刀が届いたからお前にもそのうち言おうと思ってたんだけど。まあでもあの刀は大事な刀だし、捨てたりしねえで取っておくよ。つーか、どうしてお前が俺の刀にそんなにこだわるんだ？そいつは刀につける作業か。これお前が作ったのか？俺のためにわざわざ。ありがとな、千鶴。これ、大事にするよ。けど、材料とかどうしたんだ？作るのも相当手間かかっただろう。本当かよ。お前って器用なんだな。お前も早く親父さんを見つけられるといいな。もちろん俺も協力するから。